松下ただいつこのあなたへスマイル。この番組は WBA 世界ミニマム級9度防衛 IBF と WBO3 団体チャンピオンのただいつこさんとロンドンブーツ1号2号田村敦さんのそっくりさんをやらせていただいているロンフ敦がお送りするネットラジオ番組です。さあ始まりました。マッピー、まあ、今日はねこうモスを食べてねもう眠たいから早く切り上げると思いますけれどもどんなんやねん話だけども、さあ先手打っとかんとね。テーマありまして今日はね、はい、はい、テーマがあります。今日は山と谷ね、山と谷、はい、まあ、これなんですけれども、まあ、山の谷ね、山の時はいいじゃん上がってるこのところ、うんうん、谷よ、谷の時ってどうなの。え、谷、谷に行った時バリ単発で来るやんいやほんまに、いやだから山と谷を味わってるやん僕たちは、うん、さっき、うん、その話さちょっとこんちゃんに喋っとったやんか、山と谷の話で。ちょうどね、うん、それは本当に、うん、その自分がその、うん、まあこれガチのほんまの真面目な話ね、はいはい、山と谷どっちが好き。それ山でしょ。山やんな、そら、うん、でも、うん、山って感じられるって、うん、なんで山って感じられると思う。ああ、その山の段階のところを感じれるのは、うん、まあやっぱその下を見た時、だから下に居る時があったから上がってその山のところが、あ、いいな、気持ちになってる。そう、その感覚ってあるやん。ある。山登り結構好きやからね。はいはいはい。やっぱ下りとか登りとかやっぱしんどいやん。その登ってる時ね。そうそう。でも上に行った時って絶景やん。はい、そうね。それの盾で、はいはい、まあそのいろんなことがあった時に、はい、一番どん底に行った時って、はい、まあ。あのもう一番下って言ったらあれやけど、うん、もうその時って、うん、もうその苦しみってその時、うん、その人からしたらすごいその人だけにしか分からんことになるやん、うん、だから一番苦しむ時真下まで行けと思うんですよ。とことん谷まで行けと。谷はもうもっと下まで行ったれと。そう、その時は、うん、それを行った上がった後のことって自分がすごく謙虚なことやねんけど、うん、その時の苦しみとか、まあ、その時味わったことのない感覚で上がってくると、うん、なんかラッキーやねん。ラッキー、うん、後でラッキーが分かんねん。あ、その時分からん。その時はもうしんどうて、うん、もう言うたら、うん、悲劇のヒロインよ。あ、もうそう思ったり、うん、ヒロキのヒロインぐらいどん底まで行って、うん、それで上がってくるから他のことがちっちゃく見えてくる。ね、そうだからラッキーやな自分って思うね、後で。おう、あの時あったから。なるほど、ね、他のことがどうでもよくなんね。おう、だからまあほんまに谷に落ちてる時ってラッキーね、後でね、うん、後で分かんね、上がってきた、うん、なるほど、うん、だから自分にしか分からん苦しみを自分でしか分からんから、はい、だって自分やん。自分が味わったから他のことがちっちゃく見えるって、うん、それが自分自身に起こったことやから、うん、自分しか分からんことやね、うん、その当事者しか。そうそう、はい、でそれをに上がってきてるから他のことがもうそんなことあれに比べたらへでもないわと思ってくる、うん、だから行くんやったら、はい、それを上がってきた時の絶景は、うん、他のこともちっちゃく見えるし、うん、それがあったから自分ラッキーみたいな感じ。次、うん、これあれ以上なことはないやろと思ってるから、うん、まあ、また来たら、うん、まあちょっとまだ分からんけど、うん、そういう出来事でラッキーやって思った自分がいるってこと。今はもうラッキーやったと思ってる。あれがあったからああいうことが分かったって。他人の時ね。そう、はいはい、それは今はラッキーな出来事をやったって思えるようになったっていうお話やねんけどね。だから、うん、そう思った時に、まあ、聞いてる人がそういう状況やったりそうなった時に
これはラッキーやと思える人生を思える自分になった方がとても後々で有意義な時間になるよって話、うん、谷の時ね、谷の時は絶対正面言います、皆さんすいません、谷の人は、うん、そう思いません、うん、で今言われてそ谷やったらうっとしいっす、いや正直うざいです、谷に今落ちてる人ね落ちてると思ってる人は多分めっちゃしんどいわけか、うざい、うわ最悪やって思ってると思う、思ってる、だけども後々気づいたらそこがラッキーやっていうこと、ラッキーやって思えた人はラッキーです、なるほど、谷こそラッキー、谷こそラッキーやって思える自分まで到達してほしいです、うん、なるほど、そこまで落ちろと、落ちろって、うん、うん、そういうことやな、行くなら行ききれと、なるほど、はい、そう思えた自分が待っているのは、うん、あなたへスマイルそういうことです、そこにたどり着くためにはね、はいはい、だから皆さんもね、うん、そういう風な気持ちになった時は、まあ、こんなことを話していることがあったなって、うん、頭の片隅に置いていただければ、うん、とても、まあ、嬉しいと思います、うん、いやほんまね、それってね、今この瞬間に今しんどい思いしてる人っていうのはまあ思われへんと思う、言っていい、こんちゃん、うん、絶対その時は思われせやろ、あ全く思えないよ、苦しいわけやからな、うん、そんなこと言われてたらマジキレてるよ、うん、せやねんな、でも、うん、ほんまに後でそう思える自分がいたっていう、うん、話だけの話やから、うん、そうなってったら、うん、とても有意義な時間が増えるかなと思う、だってあんなことがあったからこれ今あんねんって言ったら他のことがちょっと何か起こっても、あれに比べたらマッシャーはと思う、あなるほどな、うん、そこ経験したから分からへんもんな、まあそういう出来事があるから基本的には、うん、まあ今こういろいろ重ねてきてもうほんまにもう、うん、なんかすごく冷静というか、うん、まあほんまになんかそのね、これ以上のことないわっていうぐらいの落ちている、落ちているってか落ちている、さらに落ちてみたいな、まあ、そうそう、説明したらいっぱい説明の仕方があるから、またその時またそういう違う話だね、ああそう、やっぱ怪我のこととかね、怪我してとか1年間リハビリしたりとか、おそういうのもずっとあったとか、そういうの、なるほどね、その時に自分がどうするかとか、うん、どうしてたかとかいう過程があるから、うん、もう黙って淡々と人にも何も言われず、うん、とにかく良くなることとか、そうだけじゃないけどね、うん、そういうのがいろんな経験とか、まあ、違うことでそういう風に思ったって、だから最後は、うん、やっぱりあの時があったからこうだったって言えれる自分の方が、うん、すごく、うん、ハッピーになるかな、最終ね山にたどり着いた、そうだから皆さん、うん、ちょっときついけど、うん、頑張ろう。そう、本当にね、多分今辛い人めっちゃおると思うな、正直。マジで？いや、おるよ、めちゃくちゃおるよ。そういう人たちは多分なんか今をこうやって聞いとってもみたいな状態の人いっぱいおると思うから、とことんね、やっぱこうそういう人たちもいつか上がれるっていうことをね、イメージしてもらえたらなと思うね、本当に心から願っております、本当に思うよ、なんかやっぱ経験ね、やっぱこうした人の話っていうのがリアルな話だから、ほんまに谷底にね落ちた時から上がった人の話だよね、やっぱ 山も登りもねよくやってるっていうから、最近行ってないね、行ってないの、ちょっと前みたいに行ってないね、月1しか行ってないから、こんちゃん今度行こう、ほうほうほう、あれどこ行ってんの、あれ、新神戸の裏側からまず行こう、新神戸の裏、うん、そこまでどうやって行くの、車、いやバイクがいいかな、バイクなの、うん、うん、まあ近いから、新神戸の駅やから、あの駅、うん、あの駅、あここから一回ちょっと、じゃあちょっとこんちゃんも負け添え食らって、ちょっと一回私と山登りに行きまーす行きまーす、山登りか、ちょっと一回ゆっくり、全然行ってない、ゆっくり行ってみよう、ゆっくり、うん、走るん嫌やろ、
まあまあまあ、とりあえず歩こう。いきなり走んのはな。とりあえず歩いていこう、久々に。じゃあ、そういうことで、コンちゃんと行くことになります。はい、はい、山登り行ってきます。さあ、はい、今日は大和田も山と谷っていうこの話、本当にあの、はい、シンプルで何か皆さんにこの寝てる時に、うん、まあね、まあ、学校行ったり仕事行ってるかわからないですけど、はい、そういう風な気持ちになった時、片隅に置いていただければ嬉しいと思います。はい、ありがとうございます。とにかく寝ます。じゃあ、はい、おやすみ。バイビー。